はい、今日の日記です。埼玉でね、また大変な事件があって、中学に17歳の、まあ、男というか少年が、試験中に押し入って、まあそれを制止しようと、まあ、抑制したんですね、その時に。男性の教員が一人重傷、かなりの重傷ですね、を、まあ、負ったと。まあ、人を殺してみたかった事件の一つですよね。僕はあれ、1990年代だったと思うんですけど、ちょっと待ってくださいよ。そうですね、1997年、に、榊原事件って通称、その神戸のね、まあ、子どもの連続殺人殺傷事件っていうのがあって、通称榊原生徒事件ですね。僕はまあ外側からですけども、いろいろその当時関わった経緯もあって、その後の経過を、まあ、見てたんですけども、少なくとも二十歳以上になるまで、彼は治癒してないんですね。それはまあ僕も、13年以上ですかね、13年ぐらいですかね、精神科の病院に勤めていて、その後もずっと児童相談所その他で、まあそういう職務についていたことで思うんですけど、まあ多分そうだろうと思いますね。今そういう、まあ、人間というか人物を、教育し直し、再教育するというカリキュラムはいまだにないと思われるんですね。これ変なことを言いますけど、戦争の時なんかはね、こういう人物がちょっと一時的にヒーローになったりすることはあり得ると思うんです。なぜかというと、人を殺すということ自体が性的な興奮を覚えるっていうことですね。これね、衝動的なもの、まあまあそういう意味では性行為って衝動的な部分があるのかもしれないですけども、それが性行為ではなくて、まあ、人を殺すということを、そこにものすごい、快感が、まあ、出ると、そういう脳ですよね。で、それは多かれ少なかれ、まあ、人間にはあると思うんですね。思春期の時期に、例えば男の子だけではないのかもしれませんけど、モデルガン持ったりね、あるいは、なんかそういう破壊行為をしたり、そういうことが仲間内でわっとこう盛り上がったり、あるいは自分自身でそういうものを空想したり 、ただまあその一線は越えないっていう、その一線越える越えないっていう、その一線とはどこにあるのかっていうようなことがよく話題になるんですけども、実際に解剖学的にはどこにもないんですね。ただなんとなく僕たちは感覚的に、もしかしたらですよ、その一線を越えると僕たちは絶対的孤独になると。もう二度と人間同士の信頼関係を結ぶことができなくなるっていうことをどっかで分かってるのかもしれませんね。なぜかというと、僕たちはもともと、まあ、動物でもあったわけで、動物、特にこういう類人猿的な動物っていうのは、やっぱり群れの中で過ごすということが多いわけで 牙を持たない動物ですからね、僕たちはね。その大きな牙を持たない、爪を持たない、爪の破壊力を持たないって言った方がいいかな。どこかでタブー、もう二度と群れに戻れないっていうかね。
この群れに戻れないというタブーってすごく大きな、もしかしたら僕たちの本能的刻印かもしれませんね。これも空想の域を出ないんですけど、それが外れる、それは2種類ありますよね。もともとそういうことに全く無頓着な、そういう感受性、感性を持っている。もう一つは生来非常に孤独で、もともと孤独なのであれば、仲間から拒絶されること自体が苦痛ではない。もともと拒絶されているかということですよね。その前にだからいきなりそれをやらないわけで、怖い意味で言うと予行演習、人間学的に言うと自分が孤独であると、今自分を救えと、それこそ破壊も含めて自分を救えっていうメッセージのために、動物を殺してそれを晒すと。これ自己顕示欲ですね。その自己顕示欲っていうのは絶えず裏側に寂しさがあるわけですから、そういうことを経てその上で、事件に及ぶということがまあまあ多い傾向があると。ないこともあると思いますけどね、初めから隠蔽してっていうようなことがあると思いますけど、まあこのケースというのはそういう、神戸の連続殺傷事件を我々にもう一度完全に想起させる、そういう事件だった。これはもう自分が親御さんであるという立場の人だけではなく、たくさんの人に大きな衝撃を、与えていると思いますね。で、この人の内面については多分にその神戸の事件の長所なり本なりが大きな、まあ、意味を持つと思うんですけど、それを理解してちょっと安心を得れる人は、まあ、読んでもいいと思いますけども、結局記録が残っている範囲の中ではこの人物を、助けることができなかったというか、教育、再教育することができなかったということは極めて大きなことで、ということは、この17歳の子は、保護して、施設に入りますよね、多分ね。その時に全く新しい教育プログラムというものを、作る必要がある。根底的な人間理解というものの、その根底の中に何かを加味する必要があると。でなければその教育プログラムというものはたった一例に過ぎませんけど、まあ、他にも例があったと思いますけど、僕が知る限りね、こんなに丁寧に世の中に問われているものはですよ、それは失敗したということは、カリキュラムの全面的な見直しが同時に必要になってくるんだろうというふうに思います。はい。まあ動物が殺されて晒されているというような、そういう快楽殺傷というかね、快楽殺傷的なことが、事件が起こったらこういう事件が後から来るという確率が高いというようなことは多分事実なので、そこは注意しないといけないと思いますね。その関連性が非常に密であるということね。はい。名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかも。